こんにちは、はい、豊さん、はい、優勝してもまだこの動画を撮ります。そうです、阪神です今日はね。あ、はい、いやいや、ここはネタあるよ。そうなんですよ。そうよ、先日あの神宮にね、はい、ヤクルト戦であの阪神が来た時にご挨拶行ったよ、はい、岡田監督に。あの雨の日で、雨の日中止、結局中止になったんだけどさ、はい、まあ、その時練習の時はそんなに降ってなくてポツポツだったんだけど、はい、まあ、その後雨が降ってね中止になったけども、はい、優勝の祝福と、うん、ご挨拶に、はい、まあ、行ってきたけどもね、まあ、いろんな選手が寄ってきてくれたよ。あ、例えば挨拶来てくれた、はい、まず最初に平田勝雄ヘッドコーチ。遠くから豊さんとか言うから、うん、おーとか言っておめでとうって言ったら、うん、全然オーラないから、うん、誰が来てるのか分かんなかったって、まあ、ひどいこと言いやがって。ひどい、こっち YouTuber ですよ。そうよ。でよかったなっていう話でね、はい、いやこんなに勝てるとは本当に思ってなくてみたいな、まあ、そういう話から、はい、いやお前に話があるんじゃなくて監督に話があるんだよみたいな、うんうん、監督がなんかブルペンのベンチにずっと座ってる、あれがルーティンなんですよって。え、ブルペン見てるんですね。いや、ブルペンの、ブルペンで誰も投げてないんだけど、あそこ一回椅子があるから座るんだよ。え、監督大丈夫か言って、あそこで一服入れなきゃ歩けないのかみたいな。いやいや、そうじゃないですよ、なんかあそこからピッチャーの動きとか見てるっていう。まあ、そういう話から、はい、まず最初に坂本が出てきたからキャッチャー、はい、坂本よかったなって、大変だったろって言ったら、うん、でお前いいリードするなって言ったら、うん、いや、あの梅野が出てる時からずっと見てたって、うん、で俺だったらここでこう投げる、あ梅野も投げさせたとか、うん、このカウントだったらこっちを投げさすなって言って、あこれは違ったとか、まあ、いろいろずっとベンチにいる時から考えてたの。すごい。だそれを持ってかぶるから意外とリードは楽だったし、はい、あの大丈夫ですって、ピッチャーもいいんでみたいな、投げきってくれるんでって、はい、でもお前よく本当引き出すなって、でもそれが僕の仕事ですって、いやかっこいいんだよお前、頭いいなって言ったら、うん、もうそれしかないですって自分で認めんなっていういやいや、やっぱ賢いよ、yes. 賢い、やっぱね、何が大切かって言ったら、キャッチャーは洞察力っていうのがね、うん、まあ、一つあって、バッターの一つの動き、仕草、それによって、なんか答えがあるっていうふうに言ってたし、だそれをもう的確に捉えていってるよね、彼はね、ほっとしたような顔でね、うん、あの話してくれたけども、本当に。いいキャッチャーだな。素晴らしいですね。我が心の恋人、うん、大山君が来てくれた。来てくれたんですね。来てくれた。こんにちはって。で、平田ヘッドコーチもいたんだけど、はい、おしんの4番ですよって言うわけ、うん。もう耐えて耐えてみたいな、フォアボールを取って、うん、だから大山4番を打ってるけど、里照の方が打点はダントツに多いんだよね。あ、そうなんですね。そうそう。だからもうあの大山がつなぐからこの後ろに打点を稼げるようになって、大山が帰ってきてくれるんですよって言ってたけど、もうそれ以上に俺は評価をしていて、はい、いやそんなことは分かってるわけ、ね、いいな、はい、いや大山のあの人柄だよ、うん、やっぱりねまっすぐだもん野球に対して、うん、一生懸命やるしさ、はい、まあちょっと打てなくて岡田監督が勝つ入れたみたいだけど、最近 そ, まあ、そこら辺がやっぱ岡田監督のいいところだよね、うん、優勝しても浮かれるな、ね、足元しっかり固めていけみたいな、はい、でも大山はそれはしっかり分かってるしね、うん、耐え切ったんだなって思うよね、よく耐えたなって言った言葉に、はい、なんかその目が、ああ分かっててくれますかみたいな、そういう目でこう返してくれたというかね、それを見ててくれてありがとうございますみたいな、そういう目があったね。そうなんです、うん、実際の会話っていうのはちょこちょこあった。いや、あったよ。どんなこと、いや、だからそのやっぱつらかったろって言ったら、うん、だからつらいとは言わないよね、うんうん、でもなんとなくうんって、うんうん、おそらく平田がもうごちゃ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 言ってくるつらいに決まってんじゃないですかとか言って、分かってるからそれを引き出したいんだよ俺はみたいなあいつもね、うるさくてね、ここから、そう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 、お前は監督呼んでくれって言ってんのに、いやちょっと待ってくださいよとか言いながら、いや、まあ、そういう形で、まあ、大山は本当にあの4番としてね、はい、優勝チームとして本当に引っ張った4番だよ。そう
そうです、あの子が、うん、あ立派だったな。あの豊さんが本当に小山選手好きだ好きだって言ってたのは知ってましたか、うん、多分知ってると思う。あ、そうなんですね。ちょっと恋人を見るみたいな目で見てくれたどんな目で恋しい目で恋しい目で本当好きなんだよ、ね、本当何があっても一生懸命やるというね、うん、全力疾走を欠かさないという、うん、鏡みたいな選手で一生懸命やるしね。そうなんですね、うん、もうちょっとわがままであってもいいのになって思ったけども、うん、だけどそこら辺はね、うん、ファーザーチームに徹してるという、うん、まあ、4番バッターは素敵だったなってもな。そうですね。でその大山選手のおかげで打点を稼げた佐藤輝明選手はありました、うん、いや、あったあった。おい、朝しろみたいな、はい、カツオがまたカツオが、ね、言ってくれたから、はい、あ、こんにちはとか言って、はい、もう大丈夫かって言ったら、はい、え、何がですかって言うから、うん、髪の毛が俺の髪質に似てるんだよ、うん、まずそっから入ったんだよそっから入ったで、いつもちょっと厳しいこと言ってるけどもうちょっと申し訳ないなと、うん、でもよかったねって20本もね、はい、あの優勝決める試合に達成できてみたいな、うん、そしたらね、やっぱ彼は悪びれるところがないというか、うん、本当に素直というかね、はい、話をしててても、うん、なんかすごくこう楽しく会話ができる、うん、なんかね、こう風貌だけ見てると、うん、なんか仏頂面で、うん、なんかこう難しい人なのかなと思ったんだけど、はい、全然そんなことなくて、もう気さくにこうやって喋ってくれるというか、あ、そうなんですね、だからすごくありがたかったし、はい、バッティングっていうのはねやっぱある程度掴んできたよねって言ったら、うん、だからさってまた平田勝雄さんダメですよ20本ぐらいで満足してたやんみたいな30本打てるんですからって、うん、アホお前40本打てるやろってもう上かぶしてやったかぶせたいやでも彼はやっぱねあのラッキーゾーンがなくて40本打てる人だよ、うん、ラッキーゾーンがなくて40本打つっていうのは相当甲子園では大変なことで、でもそれができる人だ。カズオが、いや30本打てるのそんなもう甘やかすような言葉言わないでくださいよって言ったら、40発打てます、打てるよなって言ったら、そうですねとか言ってたけど。本当ですか。まあまあでも彼は本当にそれだけの能力持ってるし、今年なんかすごく変わってきたな。やっぱ優勝することによって、はい、まあ、思考が変わってきてるというかさ、うん、だからそういうことはすごく感じた。それまではなんかこうブリブリ野球を楽しんでるっていうようなことがあったけども、うん、だけど話をしているとそれまではなかなかねコロナで会うこともできず、うん、あの取材もしたことなかったんだけど、うん、なんか俺の印象の中ではすごくこれは成長していけるだろうなっていうことは感じた。だからこれは岡田監督がね引き出してるっていうこともあるかもわからないけども彼もやっぱ同時にやっぱ変わってきてるよ、はい、やっぱそれが、まあ、優勝一つ経験したっていうことも大きかったんですね。勝つっていう楽しさと、うん、やっぱ勝つにはどうしたらいいかっていう勉強みたいなのをものすごく積んだと思うんだよね。そうなんだ。岡田監督が言ってるのは常々言ってるのは野球だけやればいいんじゃない、うん、野球以外のこともしっかりした生活だとか、うん、そういう態度でやってなきゃダメなんだよっていうので、うん、やっぱそれもすごく勉強になったと思うんだよね。あれにはね、いい経験をしてるんですね。いい経験してると思う。だからすごく話してることも話してくれたことも変わってきたんだろうなっていう感じがした、うん、お、うん、実際にじゃあ会えてよかったですね。印象変わりましたね。いや印象がめっちゃだから応援したくなったもん。あ、もう一気に。そうですね。そうそう、もう本当になんか三振するとさ、うん、なんかこうあーみたいな感じがあったけども、うん、いやそうじゃない、うん、やっぱね自分に怒ってるというか、うん、自分に怒ってるのと同時にこう反省しながら帰ってるっていうようなね、はい、そんな感じがしたよ、うん、そして変わったといえば覚醒したのが8番の木浪選手。まあまあそうだな。木浪選手は、まあ、覚醒したっていうかさ、はい、木浪もねニコニコして、うん、じゃあとか言って笑顔が可愛いんですよ。ちょっと来いよみたいな言ったらすぐ来てくれて、はい、でもよかったなってコツ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 ね、うん、自分の中で積み上げたものがこうやって出てくれると嬉しいよなって、それを見ててくれてる監督だからよかったなって、うん、だからいや本当によかったですみたいな、はい、いうことを言ってたけどね、うん、で木浪のお前の動画で1本撮ってるから見といてねって言ってぜひぜひみたいな言ってたけどねやっぱ彼は影の MVP だよね、うん、まあ影っていうか表でもいいぐらいの本当に活躍したよね、うん、はい、そしたらカツオが、
歌川がよく見てましたねっていう、ね、見てるっつうの、ね、全部に全部に絡んでくるあいつかぶせてくる。いやだからなんていうのかな、やっぱ彼は頼もしいな、うん、あの自分の中で一生懸命やってきたっていうものが、うん、やっぱ間違いじゃなかったっていうのは相当嬉しかったと思うよ、うん、彼の笑顔を見た時に、まあ、ほっとしたけどね。そうですよね、うん、本当にあのようやく、まあ、苦労というかそれが今年報われて、まあ、みんなね苦労してるんだよ、うん、苦労してるし、あのみんなやろうとは思ってるんだけどさ、やっぱそれを叶えるには、はい、周りとの相性もあるんだよね、はい、で岡田監督はそれをやっぱり見てたんだと思うよ、うん、一つ振る、二つ振る、一本のヒットを打つ、一つの凡打を重ねていく、まあ、その中でやってるかやってないかっていうのはすぐ分かるよ、プロの目からすると、うん、それをやっぱり岡田監督は見逃さなかったという、でもそれだけ築き上げたものが木浪の中にあったということ。だから話をしてても、うん、なんかすごく清々しかった、よかったな、よかったなみたいな感じで、はい、8000万で少ないか一本にしとくかそれ平田さんに伝えておけばよかったまだ早いっすよとか言いそうな感じがするけど、ね、いやでもね、うん、って言ってたよ、いやこいついたから助かりましたよとか言って、いやそうですよね、最初は平洋とか思ってたんだけど、うん、打つからみたいな、いやだからもう一本にって言ってね、そうそうそう、ほぼ一本にね、ほぼそうですよね、はい、いや来年もあのお立ち台でのヒーローの笑顔がまた見たいです、木浪選手の、うん、でその木浪選手をホームに返してたのがやっぱ 1、2番、近本面白いなあいつ、あ面白かったですかあんちはとか言いながら、はい、あでもあのルーキーからのね、うん、最多安打、はい、この長野を抜いて1位になったんだよね、あの最速でね、はい、であそれおめでとうと思った、うん、おめでとうって言ったら、うん、一瞬考えて、あありがとうございますって、全然気にしてないそういうものはね、そういうことを気にしてない、はい、いやただその日はもう雨が降るし、うん、平田に、うん、こんな日も出るんですかみたいな、あ自分でだってそっちを気にしてる、いやもう今日やめましょうよみたいな、左出しって高橋刑事だった、あそうですね、また来たらどうするんですかみたいなそうかそうか、で俺も今年折ってるからさ、話しましたその、うん、いや俺も折ってるからここら辺にちょっとしこりみたいな感じるよなって、感じるんですよって、感じてたかどうか知らないけど平田さんとか言うな、うん、俺が言えねえよとか言って俺が言っとこうかって、豊さんお願いしますよとか言って、まあ、あのコンディションじゃ言ってくれないですよね、まあ、そう、まあそれもね半分冗談だけどね、はい、冗談だけどなんかそのすごく笑顔でね、うん、あこういう人なんだと思って、しかも近本もコロナの関係で、はい、あんまり取材したことなかったの、あそうだったんですね、うん、そしたら中野が打ってて、はい、中野もそうかって言ったら、高橋さん何言ってんですかって、うん、フルイニング フル出場がかかってんですよ中野はと、あそうか、いやこれも名誉なことだよ、そうですね、勲章になるから一つのね、うん、だから中野はこう一生懸命 T 打ちながらニコニコしてたけど、うん、いや僕はそういうのがあるんで出ますよ、あそうですよね、そうでもいい 1,2 番やなとか言ってたら、うん、あそうですかみたいな言ってたけど、はい、性格もな、うん、本当に 1,2 番みたいなこう積極性があるし、はい、まあ、いい 1,2 番だなっていうふうに思ったけどね、そうですね、うん、で岡田監督です、岡田監督さ、うん、そのあそこでブルペンの横に座ってて、うん、でスーッとセンター行ったんだよ、はい、センターからずっとバッティング見てるの、センターから見てるんですね、で他の球団だったら挨拶行って気心に知れてる監督だったらね、ヘッドコーチにおい呼んでくれよって言ったら、監督とか言ってそれか選手に言って呼んでくれるんだけどさ、うん、呼ばないの、カツオどうなってんだお前はって、うん、お前ヘッドコーチだろ呼んでくれって言ったら、うん、ちょっと待ってくださいよとか言えないんだよ言えないんだよ、で言えないので、相当また時間が経って、はい、取材時間終わっちゃうぞって言った時に、カツオどうなってんだって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいってまだ呼ばない、ほんでトコトコと来て、はい、このサトテルが終わったら絶対来ますからって、本当にそうです、あのバッティングが終わったらね、ゲージの後ろに来るから そこまで待ってくださいって、お前なんで言えないんだって、いや言えないですよって、いやそのぐらいやっぱ緊張感があるんだよ監督に対して、そうね、ああだからまあそれはいい縦関係だなとか思いながら、はい、ヘッドコーチ言う通りに里取り終わった瞬間に歩き出して、よく見てるんだよやっぱ監督のことも、
そういうことなんですね。オーンとか言ってきた。いや、本当にオーンだったんですね。小川監督、前ヤクルトの監督もね、同級生だから。で、日米野球でこのメンバーで戦ったこともあるから、おーとか言って、で、来て、で、いろいろまあ話をしたけども、優勝決まるときに、大山にランエンドヒットね、はい、出したのは、やっぱ積極性もちょっとなくなってたし、うん、調子を上げさすために、積極的に振らそうと思って、まあ、ランエンドヒットを出したとか、うん、森下に、はい、あれ、エンドランですかって言ったら、いや、あれ、エンドラン出した。うん、やっぱそうですよね、打ち方見てたらエンドランみたいな、そういう打ち方してたんですもんねって言ったら、やっぱね、よく選手を動かしながら調子を上げさせたいだとか、いろいろしてるな、すごい、いろんな工夫されてる。もうね、やっぱね、試合前の練習の時からこう小川さんも言ってたけど、もう優勝決まってんだから、そんなに見るみたいなこと言ってたけど、うん、やっぱ岡田監督はやっぱこうずっと緊張感を持ちながら見てるな。で、優勝のあのフラッグ回ってる時に、はい、グランド一周してる時に、ふう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 言ってたら、大丈夫なんですか体って言ったら、お、大丈夫よ、おーん言ってた、うん、やっぱおーんない、大丈夫、いやいやとか言って、いやいや大丈夫よ、おーん言ってたけど、やっぱ体気をつけてくださいよとか言って、うん、体は大丈夫よ、ね、まあしんどいけど、ことはしんどいけどなぁ言って言ってたけど、まあまあ簡単に決めましたね、優勝って言ったら、うん、途中から強なりよったなこいつらみたいな、へ、うん、でもそれ監督がこう促したんでしょって言ったら、いや俺かなって言ってたけど、いやもう間違いなく岡田監督がね、うん、まあいろんな、ただね、最近の指導の話を聞いた、はい、でコンプラとかね、パワラとかいろいろあるけども、お母さん気にしてますって言ったら、うん、まあ言い方とかは変えるときはあるけどなぁ言って、うん、でもそんなに気にしてんわ言って、うん、言ってた、でもな、言ったかなって、この頃に野球の話を本当にこう話をしてやるとものすごく聞くわ言って、聞いてくれるわ言って、うん、で聞いて興味を持ってくれるって言って、あ、興味をさらに、うん、やっぱそういう話をしてきてる指導者あんまりいないんやろな言ってた。あ、そうなん、少ないんですか、うん、だから岡田監督の、まあ、理論とか、はい、まあ、例えば打席の考え方とかいろんなことを言ったら興味持ってくれるわ言って、へ、それを話すと分かって実践しよるわ言って、それで勝つっていうことですよね。そうそうそう、だからコンプラとかそんなの気にせんでな、うん、要は話をすんねんって言ってた、うん、お母さんそこら辺変わりましたねって、お、昔もやっとったけどなって言って、うん、でも今の子はって言ってたけど、やっぱ今の子はね、理解力とか頭がいい子が多い、うん、やっぱ話を聞いて興味を持った時にはこう入り込んでくるって、うん、だからそれ分かっただけでも話があるわって言ってた。そうですね、だから今まで逆にそういう話があまりできてなかったり、例えばこの打席ではどういう打ち方をする、こうだからっていうのをあんまりね、強制されてないらしいよ。でも勝つためにはこうやらないかんやろって、でこういうふうな考え方の方が楽やろって、でこういう考えを持ったら打てるやろって、うん、言ったらもう本当にこう引き込んでいかれるっていう選手がね、だから要は話聞くよこの子らは。うん、だから、まあ、岡田監督のその話し方、うん、もういいのかもわからないけども、まあ、年が離れて、だからやっぱそういうこともやっぱ大事なんやなって思うな。で、岡田監督が教えたことを選手が実践して、それで結果が出れば、あ、そうかって、さらに興味は湧いていきますもんね。だから俺が感じたのは、今の野球とか、昔の野球とかあるけども、勝つことは変わらないということだよ。うん、まあ、そこに結論づいて帰ってきた。あ、そうだ、ね、うん、だからすごく行って話ができてよかったなと思って。そうですよね、うん、だからやっぱりいろんな話をね、野球の話をこう教えていってあげるっていうのはすごく大切なことなんだなっていうのを、まあ、再認識して帰ってきた、うん、あ、まあね、試合はなかったですけど、その前の、ね、お話、皆さんと話されたことですごくなんかね、うん、また新たなすっきりした、うん、もう阪神が好きになったよ。あ、さらにものすごくいい子が多い本当にね、いい子が多い。今多いんでしょうね、そういうなんか、あ、なんだろう、こう可愛がりたくなるような選手たちが。いや
みんな可愛くなっちゃったな。ですよね。で森下も来て。あ、そうですよ。小川さん、小川さんも先輩になるから。あ、そうか、中央の。で最初のキャンプの出会いが、こいつ誰やみたいな顔してたから、向こうが、お前プロ野球ニュースとか見てるかって言ったら、うーんみたいな、うん、お前もうちょっと野球見た方がええぞ言って、うんうん、で小川さん知ってるかって言ったら、うん、あ、知ってます、小川さん知ってて俺知らなかったやろみたいな。でも森下なんか監督に怒られてねーって、うん、三振してなんかこうやって首振ってて、うん、お前10年入んじゃボケーって言われた、言って、あ、岡田監督にですかお前もっとしっかりお前やることあんだろうって打席でみたいなことを言われるらしい、うんうん、あ、そうなんですか。でもその後に多分フォローとして、うん、やっぱこうこうこうやって考えろって、うん、プリ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 やってみたいな、うん、最近もそうおっしゃってましたもんね、まあ、そう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 まあだけど森下は追ってよかった言って、森下よかったよ、肝心なところで打ってくれたしな言って、うん、まあ褒めつつも、うん、やっぱもっと成長していかなきゃいかんから、うん、まあ、そういう厳しい態度でね、はい、まあ、接したりとかしてるけどね、うん、だから優勝してもまあ野球は続くんやからみたいな、確かにね、この頃も将来ずっと野球やっていかなきゃいかんのよこれから、うん、だからそこら辺は優勝したからってベテランだったらいいよってまだ、うん、だけどこいつらルーキーやし、うん、ね、もっともっと学ぶことたくさんあるから、うん、もうちょっと考えてやれって、うん、で態度とかそういうこと出すなよって、うんうん、ね、まあ、そういうことは厳しく言ってるみたい。やっぱりそうなんですね、野球を一からというかもう一回一から。そうだね、だからルーキーの時に岡田監督のもとで学べてすごくいいですよね。いや、だから俺ね、そうやって野球をしっかり勉強して学んだ強いチームからコーチとか監督って結構出てるけども、うん、岡田政権が続いてる間はやっぱ強いチームであり続けると思うんだよね、うん、まあ、大山なんかはもう本当監督候補だよね、はあ、ああ、いい指導者になると思うよ。へえ、まあ里輝もそうだし、はい、里輝はそういうタイプじゃないかもわからないけどね、はい、坂本選手とか、まあ、坂本もいい指導者になるだろうな、うんうん、まあ、近本中野とかもそうやし、はい、木浪もそうだな、うん、多いですね、多いと思うよ。だから岡田監督の時には本当にしっかり野球を学んで、はい、行って教えを買うと買うと絶対教えてくれる監督だから、うん、だからどんどん積極的に会話をしながら、ね、うん、やっぱ学んでいってほしいなと思うね、うん、そしたら伝統になって強い阪神がずっと続くから、なんか岡田イズムみたいなものが続いていくってことですよね。一時期野村監督が ID 野球と称してね、はい、まあ、そういうものが続いていったけども、はい、やっぱ岡田監督もその、うん、あの継承していい監督の一人だよね。はい、いや、いい時間を過ごされましたね。いやー、なんかすごく楽しかったし、うん、阪神がまた好きになったというね。ですね、はあ、なんかオフの時に今ね、相田選手の一面とかもしくは岡田監督もよければ YouTube に出ていただければ、うん、岡田監督めんどくさいんだろうな、うん、いや出演してくださいよって言ったら、はい、ほーんとか言ってどっち、おお、散々出とったからなー言ってまあオフカメラ担いで行きますよね言って、はい、ああ、分かる、おーとか言って、どっちの方ですか、どっちの方か分からんねじゃあ今度また電話しますからって言ったら、はい、おーって言ってたじゃあ待ってますね、はいはい